ます。NHK からラジオ質問させていただきます。先週絶好調とおっしゃってたと思うんですけど、2週目に入ってコンディションの方はいかがですか？変わらず。結構疲労とかは溜まってきたりとか。まあ、やっぱり合宿通じてチームの成熟度は上がってきてると感じますか？感じます。はい。まあ、1週目と2週目に変わるから、だいぶ精度が上がってきて、ミスの数も減ってきて、いい感じに成長できていると思います。一番成長を感じる部分というのはどんな部分ですか？19年に比べたら、まあ1個のチームと1個のチームで対戦していたけど、今はもうサイドはほぼなくて、もう本当に競争がすごい激しい、まあ、そこがまあ、チームの総合が強くなった証拠です。ご自身としてはこの合宿どんなところを強化していきたいですか？まあ、タックルですね、はい、タックルが一番フォーカスしているので、まあ自分の中のタックルの強さを上げたい、持ち出して上げたいと思います。タックル、テントの中で相当激しい練習されていると思うんですけど、はい、この辺りいかがですか？はい、すごく激しいし、まあ、全体的にレベルアップできていると思うし、はい、すごくスキルもたくさん学んでいるし、早く試合でそのスキルを使ってみたいと思います。リフレッシュ面なんですけど、ダーツやられてるって話で、昨日ディアンズ選手が勝ったっておっしゃってたんですけど、勝敗の方はいかがですか？そうですね、あれ行ってからだいぶ負けが続いてて、両党がやったことないのに、2回負けて、1回勝負で2回負けて、パノは昨日5試合して、2回負けました。あまり勝ててないです。いいリフレッシュになってます。いいリフレッシュも上がってるし、まあ、そう、プレッシャーとの戦いもあるし、だから、そこがすごくリフレッシュができてます。まあ、今後なんですけど、どんな風にチームをまとめていきたいというふうに思いますか？どの風にまとめ、そこまで考えてないですけど、まずは自分のプレーを意識して、自分がやらないといけないから、まずは。ちょっと意識してやろうかなと思います。まあ、自然と、まあ、チームもたくさんいいリーダーいるので、割といい感じに進んでいると思います。だんだんと戦術面も深まった練習が続いていくと思うんですけど、どんな形で取り組んでいきたいですか？戦術ですか？まあ、去年やった戦術をちょっといじったり、ちょっとずつ変えてきているので、まあ、その理解して練習しているだけの段階なので、まあ、でも割とすごく早いそうですね、覚えるのが。だから、たぶん、もっとより成長できていると思います。ありがとうございます。代表質問、以上になります。今おっしゃってたタックルスキルのところというのは、具体的にはどんなところ、まあ、手応えと感じていらっしゃいますか？まあ、今まで日本のタックルと下っていうタックルだったんですけど、今その勢いで飛べるタックル、まあ、上でボール絡んで一発で飛べるタックル、まあ、それ今そこをその強さ、その強化して高さというとただ低いわけじゃないですか？低いわけじゃなくて、ここ。ありがとうございます。すいません、ワードから質問させて。オールブラックスキーのメンバーが発表されましたが、メンバーをご覧になりましたか？はい、見ました。どういう印象でしょうか？ただ一人です、はい、オールブラックスキーだけじゃなくて、トンガサンモア、フィジーもかなり強いメンバー、この過去、まあ、10年の中で一番ベストメンバーで組んできてるんじゃないかと思います。すごくワールドカップの準備に対してすごくいい試合ができる。ちなみにチーフスからの選手の方なんですけど、チーフスはスーパーラグビー決勝に進みましたが、やはりチーフスを応援したい気持ちはあるんですけど。もちろん、はい、まあ、地元もカンタベリーに教えたんですけど、もっと昔からチーフスの応援してたので、すごく、はい、楽しみです。タックルについてお伺いしたいんですけれども、新しいタックルの名前ってあったりしますか？まだです。
決めるかわからないですけど、まだそのタックルまだ決めてないです。以前のタックルに比べて体の負担ってどうですか？かなりその今のフォワードメンバー見てるとでかい人が多くて、そこのダメージが結構大きくて、はい、本当に1セッション、1セッション終わったら体が疲労がすごくて、はい、それがあの慣れていくとだいぶ強くなると思う。体の負担が大きいってことですか？リカバリーってどうされてるんですか？リカバリー慣れていくしかないです、この疲労感、まあ、自然とまあ 寝たり、まあ、温泉入ったり、まあ、それぐらいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。